だ戦争に負けたんだ。かぼちゃばかり食ってたんだ。ハーモニカが欲しかったんだよ。どうしてかどうしても欲しかったんだ。ハーモニカが欲しかったんだよ。もう機関銃なんて欲しなかったんだ。戦争は負けたんだ。誰も俺を待ってなかったんだ。ハーモニカが欲しかったんだよ。どうしてかどうしても欲しかったんだ。ハーモニカが欲しかったんだよ。金を300円もらって帰ってきたんだ。友達ん家に泊まって、そのうち100円盗まれたんだ。ハーモニカが欲しかったんだよ。どうしてかどうしても欲しかったんだ。ハーモニカが欲しかったんだ。明治大学周りの道具屋を探したんだ。明治はハーモニカバンドで有名だったんだ。うまいところに目をつけたもんだ。ハーモニカが欲しかったんだよ。ハーモニカを見つけたんだよ。ハーモニカを見つけたんだよ。値段はぴったり200円200円。戦争は負けたんだ。だけどハーモニカは吹けるんだ。ハーモニカが欲しかったんだよ。どうしてかどうしても欲しかったんだ。ハーモニカが欲しかったんだよ。何もなかったあの年の夏。屋根裏でずいぶん長いこと埃かぶってたクラシックギター出してきて、お母さんフォークソングサークルにいたんだよと、懐かしそうにギター弾いてた母。今思えば別に大したことじゃなかったんだろうけど、まだ小さかった俺は母の弾いてたアンペ
ジオがかっこよくて俺もギター弾いたんだ。吉田拓郎、泉谷しげる、なぎら健一が好きだったね。ボロボロになったレコードがいつか屋根裏から出てきたっけ。あの頃クラスの仲間はみんなバンドに夢中で、俺はフォークばかり聞いてたけれど、みんなが羨ましくて、学校から帰ると買ってもらった歌集広げ、部屋で一人母のギター弾いてたよ。一曲弾けたら時々母に聞かせて、ごまかしごまかし抑えたみたいなセブン、長いこと忘れてはいたけれど、そんな日々だってあったのに。ギターを弾きたい。
の歌だけど探求に揺られナッシュビルへ一発の歌うたいぶっけさあの正体不明のビザルギター一体どんなやつが弾いてたの俺が生まれるずっと前さ俺の知らない時代を生きてたギターもう一曲、あのナッシュビルウエストのですね、こびうりソングこれもあの、もしもギターがもらえたら二度と歌いません笑うためだけに作りました。
何もする気になりゃしない。そうやって夏のせいにしてパンツ一丁バラバラ昼過ぎまで間のライブの後に食べたガンボスープあれうまかったな。キンキンに冷えたジンジャーエールと夏の夜のガンボスープ、結局何もしないでせっかくの休みがくれようとしてるよ。敷きっぱなしの布団をそろそろ畳んでちょっと食べにでも行こうか。あの願望スープをカーテンを開けば今日も青い空に入道雲があくびしながらぼーっと眺め、クーラーを入れまた布団に潜り込んで、この間のライブの後に食べたガンボスープあれうまかったな。焼きたてのガーリックトーストにのせて夏の夜のガンボスープ、麦茶の氷もすぐに溶けて、日がない一日寝てるだけなら敷きっぱなしの布団をそろそろ畳んでちょっと食べにでも行こうか。あのガンボスープを間のライブの後に食べたガンボスープあれうまかったな。あるかないかは気まぐれらしい、つぐみさんの作るガンボスープ、夏の夜のガンボスープ、ピザールギター。ありがとうございます、ね、もらえるでしょ、2曲も歌ったんですからね。夏バージョン、いつも冬バージョンなんですけど、気温が20度よりも上がったら夏バージョンで、実は冬の夜のガンボスープって言ってますよね。今日暑いで夏バージョンだったんです。
サマーバージョンです。サマーバージョンで。サマー。もらったら、二度と歌わなくなる。もらいさえすれば、この歌には、要は歌う意味がない。そうね、はい、3本くらい決めてますけど、ね、来年のあのウラストリートはちょっとビザールギターで出るわけでこんなこと言ってたら言われないかもしれないですっていう詩人がいまして、沖縄の詩人なんですけど、その人の新曲を歌うと、またしても女房が言ったのだ、ラジオもなければテレビもない、電気ストーブも電話もない、ミキサーもなければ電気冷蔵庫もない、電気掃除機も電気洗濯機もない、こんな家なんて今時どこにも、あるもんじゃないやと、女房が言ったのだ、亭主はそこで口をつぐみ、辺りを見回しているのだが、こんな家でも女房が文化的なので、ないものに代わって何かと間に合ってるのだ、ありがとうございます。